ボナベンチャーは、イギリス海軍の軽巡洋艦、大道級軽巡洋艦の一隻。ボナベンチャー、大道、フィービは砲の不足のため、5.25インチ連装砲1機、及び4インチ砲を装備しないまま完成した。1937年8月30日に、スコットランド、クリーノックのスコッツ造船、エンジニアリング社で寄港する。 1939年4月19日に浸水し、1940年5月24日に4番手砲塔を搭載せずに収益した。1940年12月28日に、テネリフェ島のサンタクルスでテネリフェ沖で、ドイツの輸送船バーデンと遭遇する。バーデンは、テネリフェからフランスへ向かう途中であり、悪天候のため打破することはできなかったため、 ボナベンチャーはこれを攻撃し撃沈した。1941年1月、ボナベンチャーは地中海でマルタ島への輸送船団の護衛任務に就いた。1月10日にイタリア海軍の魚雷艇、キルケー、ベガによって攻撃を受けるが反撃によりベガを撃沈した。3月22日、護衛任務中に輸送船と接触事故を起こし損傷した。その後、 ラスター作戦に参加したが3月31日、ギリシャからアレキサンドリアへ向かうが8戦0番を駆逐艦、スチュアート、ヘレワード、グリフィンと共に護衛中、クレタ島とアレクサンドリアの中間地点で潜水艦の攻撃を受けて魚雷日本が命中し沈没した。ボナベンチャーを来撃したのはイタリアの潜水艦アンブラであった。ヘレワードが三百十名を救助し、最終的に ボナベンチャーの死者は138名であった。ありがとうございます。